昔はそそのボーカロイドとかあの初音ミクとかの曲とかでもあれも中野でやってたから、はい、さすが中野サブカルの街初音ミクで盆踊り踊ってるみたいなそれも話題になってましたよね。はい、本当に ありがたい限りです。まあ、なんかサブカルという名前を借りて、結構いろいろできるんだなと。<laughs> なるほど。<laughs> はい、まあ、多様性が、やっぱ、こう認められるのが、この中野のいいところなので。そうですよね。はい。はいっところそう。そうですよ。あ昔はそうやって、あの、コスプレの人がくるくる回って踊ってたりとかしてましたよね。<laughs> はい。だから、もう、本当、まあ、多様性って、すごい、まあ、大事だと思うんですね。で。うん、私、まず、実は、この、あのー、さっき話したんですけども、うん、ウィズコロナとか、うん、まあ、えー。ニューノーマル。 とというところで,です、ね、実はあの中野って7%ぐらいがえと在住の外国人の方がいらっしゃるんですね。はい、でこういうコロナとかですね、うん、あとこう緊急事態の時にですね、結構、緊急事態宣言ですとかって言われても結構在住の方は分からなかったりするっていうのが、こ、ね、れ実は中野とか日本全体の課題であるんですね。うんうん、なのでそこもちょっと さんが見て、うん、えっとまあ今後どうなっていくかっていうところも含めて、あのー、ぜひ中野で実はですね国際交流協会というところがございまして、はい、はい、でそこの方々に今日はちょっといらっしゃっていただいております。うんうん、はい、国際交流協会の皆様です。真ん中の方どうぞ。こんにちは、まあ。こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。 皆様おはようございますコロナ禍でこういうようなイベントができてなんか新しい時代のチャレンジかななんていう思いもしながら大変ここにあの出ますことを嬉しく思っております私たちは中野区国際交流協会通称アニックと言いますけれども、うんえー、中野区の外郭団体でございます。 1989年にできましたから31年になりますその頃からもう国際交流というよりか今もうなんでしょうね全国に行き渡りつつある多文化共生社会の実現を目指して頑張ってきた。 あの教会ですそれでは、えー、うちの常務理事、遠藤さんですあそれから事務局長の、えー、寺島さん、えー、事務局の田島さんです、でもう3人はすごいんで、えー、一期当選、ちょっと古いんですけど、言葉がもう1000人分ぐらいの力を持って、頑張って、頑張って今、います。で今日は 特にです、ね、いろいろなことをしている中で優しいわかる日本語今あの司会の方がおっしゃってくださいました全国に広がりつつあるそういうような課題について私たちがあのやっていることをお話ししたいと思いますまず優しい日本語私どもは優しいわかる日本語と言っていますけれども ご存知ですかあの丁寧なとか、えー、と優しい気持ちでじゃなくてもう分かるどんな人にでも理解ができるというようなお話の優しい日本語なんです。で、えー、んじゃあなんでこんなことが必要なのかななんてあのお,っしゃ、ね、お考えになると思うんですよ。でそれは、えー、中の国 どのくらいの外国の国,国から来た、えー、方が住んでいるかご存知でしょうかね。えっと3万人そして、えー、あ2万、うん、それでとにかく外国から、えー、120か国の国から来ています。それがみんな母語で必要で例えば、えー、大大きな災害があったときに。 逃げろなんんてて言っても分かりませんよね英語も通じない方がほとんどなんですよ実は。ですからそれじゃあどうすればいいか120カ国に対応する言語で全部通訳つけてやるかそんなの不可能です。ですからじゃあ日本にちょっとお勉強して6ヶ月ぐらい住んだら分かる日本語でいろいろな ここここととを説明していこうというよううよななお話なんですでここに皆さんチラシに、えー、書いてあるんですけどもここに「日本一日本で一番優しい,、はい」これがその設定した対象で一番低いって言ったら失礼ですよね優しい日本語で分かるようにしていくっていうのが で、えっ、ー、とそんなことってどういうのかなって現実に見ていただくと思います。それでえっ、ー、と準備してまいりました。優しい日本語を知っていますか？それではちょっとクイズ形式でやってみましょう。ええー、と、まず1番はい。えっ、ー、とはい、これね。かなり優しいものだけ選んできました。今日特別に。 野菜で記入してくださいっていうのをどういうふうに伝えてでよくね今までは記入なんていうのにひらがなを振ってそれでいいなんて思ってる方が多かったんですどこの国も国レベルも党レベルも区市レベルもでも最近少し潮目が変わってきて、えー、優しいじゃあどなたか。 手を挙げてくださる方はいるかな。ちょっとこの <laughs> ソーシャルディスタンはちょっとあのお答えいただけないかもしれないんですけど、じゃあ、えー、見てくださいどうぞ。まあね答えは一つではないんですけどここに書きます。おここに書きますあ書くそのそのくらいわかる。 なが読めてそして漢字にはルビを振って分かち書きをするそして「手ください」も難しい方がいるんですよで「手ください」には2つあって命令の意味とそれから本当にお願いするとき命令のときはこのようにしますますで書いていきますはいそれでは2番目のタスクです こちらにおかけください。おかけください敬語ですよね。これわかんないんですね。それですから、えー、ちょっと、うん何、こちら、うん、うん、っていう感じなので、はい、じゃあもう答え出してしまいます。どうぞ。ここに座ります。はい、もうこれ、えー、お願いしますというよりか、 こういう時は命令の方に近い手くださいなのでこのようにしますはいその次あ見えてしまう <laughs> 見えてしまってはいけませんご要件を伺いますこのご要件要件は優しいようで難しいんですそれでこれをうん伺いますなんてもう敬語なんですとてもとても えーとだいたい二年ぐらいしないと習わない言葉です。はいそれで質問は何ですか。はいというふうに聞きます。はいそれでは3つ目4つ目ああだまた見えてしまいました <laughs>。今度はあのさっきおっしゃったその災害が起きたときなんかどうしましょうということで。 高台に避難してください高台なんてこれ英検の1級レベルです。避難は英検の2級レベル。出ないんですよ、普通の学習の順序では。じゃあどうしましょうはい、見てください。すぐです。緊急ですから。避難ですから。避難警告ですから。ですから、すぐ。 高いところへ行きます、というふうにします。はい、それでは最後でしょうか。よく、あ、<laughs> ちょっと準備が悪かったようで、問診票にお書きください。 お書きくださいが、まあ、1年半、2年ぐらいで習う言葉、問診票はい、英検1級レベルですつまり日本語の1級あ。出ません、こんな言葉は。ですから、用が足りればいい。はい、どうぞ。この紙に書いてください。これはお願いなので、えー、こう手くださいにしました。というようなことなんです。で えー、ここに今日現れましたのは国際交流協会の、あのー、いろいろな何、えー、でしょうね事業の紹介もありますけれども実は9月1日もうすぐですよね、はい、半月後に中野区の国際交流協会で、えー、この研修をします。 いろいろな方に区民の方に町会の方に行政の方に教育関係の方に来ていただいてするんですぜひね今日ここにお見えの方そして、えー、ここを見てくださっている方、えー、いらしてくださいまだ待ってます特別にもう本当は締め切ったんですけれども、えー、皆さんだけは特別枠を設けてお待ちします でこれをやってで日本英語なんかできなくていいんですよ日本語のエキスパートである皆さんがその力を使って優しい分かる日本語で外国の方と交流することでこの地域中野の地域の多文化共生社会が実現するですからこれを受けて多文化共生 社会の実現のためのエキスパートになっていただきたい、そういう風に考えてます。で、ちなみに私講師をさせていただく中山と申します。その時お目にかかれますように、ね、楽しくお待ちしていますのでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当にあの私ですね、す,すごく実は目からウロコでして、はい、日本語が <laughs> なぜ難しいと言われるかって結構盲点だったんですけどもこれもそうなんですけども全部一息で全部これが一つの文章でなってしまうんですね<や>これが英語だと例えば主語主子動詞とか結構分割して分かって単語単語の意味で分かってくると思うんですけどもそれが日本語って結構一直線になるんでなのでここに書きますでもここに 書きます。そう分かち書き。分かれるだけで全然違うんだなっていうのをすごく今回あの学ばせていただきました。<laughs> ありがとうございます。嬉しいです。<laughs> そう言ってください。いらっしゃいませんか。<笑><笑>ぜひだからあのよくあの可燃ゴミ不燃ゴミとかって言うと思うんですけども、あれもね燃えるゴミ燃えないゴミって本当はいいわけなんですよね。はい、なのでそこら辺がやっぱり今伝わりにくいんだなっていうのを実はこのアニックさんをあのはい。 勉強させていただいて本当に目からうろだなと改めて思わせていただきました本当にありがとうございましたありがとうございましたこの場所はどこにあるんですかそうです言わなければいけません<お> <laughs> <laughs> 中野、えー、サンプラザに次ぐ名称、中野ゼロホールのーゼロの西館、うん、西館にアニック中野国際交流協会が事務所がありますで、そこの、うん 持ち室で、うん、はい、<あ>広いところにちゃんとソーシャルディスタンスを、はい、準備してスクリーンがあって、うん、そこでお待ちしていますから大丈夫です。じゃいつ行ってもそこにあるので、ちょっとフラットちょっと興味あった行ってみようかなと思っても行けるっていうことです、ねは。はいは,いはい、はい、教会にはどうぞ。なるほど。はい、何か資格がなくても、もう日本語で大丈夫です。本当に英語。 いりません。いらない。はいで。で日本語もちょっと危ういなでいそれはちょっと練習しましょ <laughs> ごめんなさい。はい。でも簡単な日本語ならわかるから、ちょっと外国の方と交流したいとか、そうです。そういう場合でも行けちゃうっていうこと。そうです。あなるほど、はい。はい。お待ちしてます。ちょっと興味あります。ね <え S 1> はい。はい じゃあ、ぜひ、あの、優しい日本語を、皆さん、あの、覚えていただいて、うん、まあ、あの、これ。お子様とかにも、使えますし。そうなんですね。汎用性が、実は、あるの。あの、障害者の方、はい、お年寄りの方、に対応する日本語。うん、はい。全部、これです,です、はい。なので、ぜひ、皆様、あの。よく知っていただいて、ぜひ、皆さんで、あの、使っていただいて。うん、はい。あの、多文化共生に。 会期をしながらまたお祭りも実は市の交渉とか分け隔てなくまあ踊ってたりもするので <laughs>、うん、はいまたそういった同じ意味合いであのコラボレーションできればと思いますのでぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました